で、次の質問が、新居はマンションか一軒家って聞いてるんですよね。彼の両親に会ったのはって聞いてるんですよね。桃井さんが、次の質問ですね。桃井の行動に、彼は干渉しますかって聞いてますね。次の質問が、桃井さんは、焼きもち焼きですかって聞いてるんですよ。